カメラが回ってるじゃないですか。初めてのグラビア撮影です。こちらの月刊エンタメさんに仮面女子が初連載ということで、その第1回目を朝倉駅が務めます。終わりました。すごく出来上がりが楽しみです。初めて あのグラビアというか個人で撮影の現場だったんですけど、すごく雰囲気が温かくて、あ、こういう雑誌のモデルさんの仕事ってこんな温かい空気なんやなと思いました。皆さんぜひ月刊エンタメ朝倉駅初の個人でのグラビアなので、ぜひ皆さん見てください。